アタッカー飛行するアタッカー艦 1WA487 号機アタッカーは、イギリスのスーパーマリーン社が開発し、イギリス海軍などで運用されたジェット戦闘機である。イギリス海軍における初のジェット艦上戦闘機で、少数生産で終わった、スーパーマリーンスパイトフル戦闘機の主翼をそのまま流用していた。また、ジェット機としては珍しくお臨式であった。 試作機は1946年7月に初飛行したがテストや訓練に手間取ったために部隊に配属されたのは1951年になってからだった。その後戦闘機、戦闘攻撃機として配備されたが、1957年にはホーカーシーホークと交代し全機体役した。イギリス以外ではパキスタイ空軍で使用された。1944年にイギリス空軍は 将来実用戦闘機として使用できる実験機の使用を発表した。これに対してスーパーマリン社は当時開発中だったスーパーマリンスパイトフル戦闘機の主翼を流用したジェット機で応募し同年8月に試作発注を受けた。その後1945年7月には空軍型と海軍型の双方が発注となったが総流翼のトラブルや 開発予算の削減により開発が遅れて、初飛行は1946年7月になってしまった。その後1947年には海軍型が初飛行したが、この頃には空軍は本機よりさらに高性能の機体を求めたため、本機の発注はキャンセルされてしまった。これ以降は海軍用に開発が進められることになった。 海軍型は1948年6月に墜落事故を起こしたが、操縦性改善のために垂直尾翼に背びれをつけた型がアタッカー海一として60機の生産発注を受けた。空母イーグル艦上のアタッカー FB-2 とファイアフライ戦闘機型の F1 が部隊配属されたのは1951年8月だが、 戦闘攻撃機型である FB1 が空母に搭載されるようになったのは1952年3月からだった。その後、エンジンを強化し機体の各部分を回収した型である FB2 が作られた。FB2 はアタッカーの中で最も多く製造され、1952年7月から部隊に配属された。しかし、直線翼に二重車輪のお輪式の 降着装置という他国の戦闘機と比べて明らかに見劣りする機体だった上、オリン式のため離着陸時のジェットエンジンの排気がもろに、空母の甲板に当たり、甲板を痛めることが問題となった。結局1955年には、ホーカーシーホークと交代して、第一線を退き予備役に回り、1957年には全機退役した。 朝鮮戦争やスウェズ動乱には投入されずに終わった。イギリス以外ではパキスタン空軍が陸上機型を36機導入し、1960年代初めまで使用した。本機はスパイトフル戦闘機の主翼をそのまま流用するなど、スパイトフルのジェットエンジン搭載型とも言える形で開発が進められた。そのため本機を ジェットスパイトフルという名前で紹介している文献もある。また、スパイトフル戦闘機の製造機数を200機以上としている。資料は本機の製造機数を追加計上している。アタッカー界1アタッカー界1アタッカー FB1 アタッカー f b に8 0 0スコードローンのマーキングを施された FB2 イギリス艦隊航空隊ミュージアムにある。ありがとうございます。